私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県をいっぱい見つけるプリン。知ったかぶり、ライツぶり側になって、僕はアニツブリ、知ったかぶりかいつぶりニュースの時間だよ。みんなで滋賀の面白いニュースを作る番組やで。今日は守山市の証券さんからオープニングをスタート。こんにちは。証券さんは担ぎ料理、寿司、仕出しのお店で、守山店以外にも東尾見本店、五箇荘店、草津店の4店を経営されています。個室を中心とした落ち着いた店内でお食事を堪能いただけるほか、店主自らが担ぎ輸送トラックで仕入れたおかげで、お魚の新鮮さが飛び切りでございます。それでは早速ニュースを作ろう。安のおっさんがおもちゃを持って頑張った子がいるお家を訪ねる褒めらった。今回は立東市のケイタくんに会いに来たよ。ケイタくんは補助輪なしの自転車に乗れるようになったんだって。今日も車に隠れて待ち伏せやで。あ、来た来た。よし、おめだったしに行くで。こんにちは、ケイタくん。今日は褒めに来なったで。自転車乗れるようになってんてな。よかったな。これほらプレゼント。よかったな。はい、わしと握手しよう。よかったな。ゆうたくん、よかったらわしに乗れるようになった自転車乗ってるとこ見せてくれへんかな。見せてくれて大きいな。これからも車に気付けて乗るんやで。ほらな、わし帰るわ。バイバイ。安のおっさん褒めらった。今度は誰のお家に行くの？おまけのアニメ。かんふう娘が、あちゃうあちゃう、勝手に番組変わってるよ。ああ、水亀が、またうやむやにされちゃう。水亀子ちゃんの水亀から琵琶湖大ナマズが覗くとき、正義の味方がどこかで活躍しているのだ。シーガーチャボンローリング、セルフサービス。ついに出た草津を守るヒーロー、野巻。行ってみよう。あそこだ。ほいさ、なくさ、ほいさ、なくさ。発見！草津を守る宿番。
祝バンバーン。なんだか力強いね。おやま、これじゃあ向こうへ行かれんわい。はっ、俺に任せろ。草津天井川。おお、俺は守る。ブーブークッションでギネスに認定されたこの町よ。説明しよう。宿番の得意技は地面にあるものを天井高く持ち上げることなのだ。ありがとね。でも早く下ろしておくれ。それが持ち上げるだけなんだね。宿番。安のおっさん、ガラスのカイツブリを見に行く。みんな、東洋ガラスさんって会社知ってらろ。ガラスの入れ物をたくさん作ってらったり、最先端技術でマイクロレンズを作ってらるんよ。今年、滋賀の湖南市にある工場が創業40周年になるねんて。ほんで、記念にカイツブリのグラスを作ってくれらったんよ。ほら、見て、わしらがおるな。そのクラスにな、働いてる人らの子供さんが絵を描いたんやって。どんなんやろ、みたいな。ほんで、絵が仕上がるまでわしらイベントしたんよ。みんなでクイズしたり、みなぐち看病ダンスのリリアちゃんのダンスがあったり、楽しんだで。ほんで、出来上がったクラスはこれ。みんな上手やな。それから最後はみんなでアミンチポーズしたで。東洋グラス滋賀工場40周年アミンチ。いつもアミンチを応援してくれる東洋グラス滋賀工場さん、50周年に向けて頑張ってな。もしも君の隣座って自然に声かけられたなら、しがらけぼが鉄道が木漏れ日の合間で君と夢語り合えたら、しがらけぼが鉄道に乗った澄んだ空を行こう。おやまをとっとこと今日も元気だよ。もしも君も一歩踏み出すためにリフレッシュするなら、ピアライフ、信楽高原鉄道の提供でお送りしました。